皆さんこんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は小学校5年生の国語、日本語と外国語の2時間目の内容です。教科書234ページを開いて一緒に国語の勉強を始めましょう。まず前回の学習では日本語の音と文字の関係について学習しましたね。今日は文の組み立てと語順を外国語と比較して日本語の特徴について確かめていきましょう。ここで一度動画を止めて今日の目当てをノートに書きましょう。書き終わったら続きを見ましょう。今日の目当ては書けましたか？それでは文の組み立てによる意味の違いについて見ていきましょう。まずここに書く、田中さん、石川さん、手紙の4つのカードがあります。ここで一度動画を止めてこの4つのカードに書かれた言葉を組み合わせてノートにいくつか文を書いてみましょう。ノートに文は書けましたか？出来上がった文の中から次の4つの文を一緒に確認していきましょう。田中さんが石川さんに手紙を書く、石川さんが田中さんに手紙を書くというように言葉の順序を変えると意味が異なりますね。しかし田中さんが石川さんに手紙を書く、田中さんに石川さんが手紙を書くでは言葉の順序は同じですが、先ほどと同じように意味が異なります。なぜ意味が反対になるのでしょうか？ここで再び動画を止めてなぜ意味が反対になるのか考えてノートに書いてみましょう。言葉の順序が同じなのになぜ意味が反対になるのかについて考えが書けましたか？これはが、を、にがあることで文の組み立てを捉えることができるからです。このように日本語の文においてはが、を、にのような言葉が大切な働きをします。また語順が違っても言葉が同じ内容を表すことができます。それでは次に英語と日本語の文の組み立ての違いについて確かめていきましょう。ここで再び動画を止めて教科書234ページの ① と ② の文を読んで英語の語順と日本語の語順の違いについて考えてみましょう。英語の語順と日本語の語順の違いについて考えが書けましたか？日本語は虫が植物を食べるの文を植物を虫が食べるという順に並べても内容は変わりません。しかし植物が虫を食べるや虫を植物が食べるという順に並べると内容が変わります。英語はどうでしょうか？英語は Bugs eat plants と Plants eat bugs の文では意味が異なります。日本語は主語と述語の関係や主語を示すがの働きが大切なのに対し、英語は Bugs eat plants の文をもとに eat の前に書かれている言葉が主語になることから英語は語順が重要である言語であることがわかりますね。次に疑問を表すときはどう変わるのか考えていきましょう。ではここで一度動画を止めて教科書234ページの ③ と ④ の文を読んで英語と日本語はそれぞれ疑問を表すときにどう変わるのか考えてノートに書いてみましょう。それでは日本語の疑問形について見ていきましょう。日本語の彼はスケートができるを疑問形の彼はスケートができますかにすると文末の述語が変わっていますね。英語の He can skate を疑問形の Can he skate にすると語順が変わっていますね。英語は文頭が、日本語は文末がそれぞれ変化するという特徴がわかりますね。このように日本語は語順よりもがやかといった付け足す文字で大きく意味が変わるので、文を最後まで聞かないと
正しい文の意味が捉えられないといった特徴がありますね。今日の学習はここまでになります。ここで一度動画を止めて、今日の学習で分かったことや考えたことなどをノートに書きましょう。今日の学習の振り返りはノートに書けましたか？日本語は文を最後まで聞かないと正しい意味が捉えられないことから、これから皆さんは日常生活で話をしたり聞いたりするときには、文を最後まで聞くことが大切ですね。また、今日学習した英語の語順については、英語を学ぶときにも役立ちそうですね。これで今日の学習を終わりにします。